を放っています。西さん、先制されてしまったわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか、どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。アウトロー、空振り、ツーストライクと2球で追い込んでいます。変化球低めに持ってきましたがボールになります。際どいコース見送っています。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。バッターボックス上田、第一打席は送りバントを決めています。同点のランナーが出ました、スワローズです。初球バントの構えも見極めてボールです。バントしました。セカンドが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。迎えるバッターは3番ミレッジ。一打同点の場面です。初球空振りです。これで結局追い込まれました。この球は、外れました。見送っています。ボール。前にボールを飛ばせません。ランナーは動けませんでした。リプレイご覧いただいていますが、このボールで三振です。迎えるバッターは4番バレンティン。最初の打席は三振に倒れました。西さん、当然長打をここは警戒してくる場面ですね。まあそうですね、当然ね、それを意識したねシフトになるでしょうね。2球目詰まった。詰まっています。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。同点のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを潰しました。3回の表1対0スワローズ無得点です。3回の裏に入ります。追加点を狙うカープの攻撃です。バッターボックスは8番石原。甘いコースですが、まずは見送ります。
ボールになります。外の変化球空振りです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。9番バッター大竹。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。ストライクになります。2球で追い込まれました。変化球空振り。打順は1番ルイス。今日は第1打席にヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。外の変化球2球で追い込んできました。ファウルになります。チェンジアップ外れました。変化球が低めに外れます。打ちました。一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。3回終わって1対0カープ無得点です。回は4回の表に入っています。追いかけるスワローズの攻撃になります。打順は5番川端。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。2球目打ちました。一気に左中間へ、同点のランナーが出ます。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。バッターボックスには6番畠山。最初の打席でヒットを放っています。同点のランナーが出ましたスワローズです。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウト。打席には7番バッター森岡。今日は第1打席にヒットを放っています。一打同点の場面です。コーナーにこの速球が決まります。これで結局追い込まれました。
これは大きく外れています。打った、これはどうだ、取った、素晴らしいプレーが出ました。打席には8番バッター相川。一打同点の場面です。初球打ち、当てただけ、サード取って一塁アウトで3アウトチェンジです。同点のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを潰しました。4回の表終わって1対0、スワローズ無得点です。カープ4回裏の攻撃になります。打順は2番菊池、最初の打席でヒットを放っています。小宮山さん、序盤での失点です。ただエースですからまだ期待は持てそうですよね。まあそうですね、ただこれ以上点をやると厳しくなるかなという感じがしますけどね。確かにそうかもしれませんね。低め際どいボールにバットが出ました。これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。空振り三振、まず一つアウトを取りました。3番バッター丸、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、ファースト取って自らベースを踏んでいます。バッターボックスは4番キラ、最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。打ちました、痛烈な打球、入れました、ファールボール。低め見ました、ボールです。これは低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これは見送ってボール、打ちました、これもファウル、ボールになります。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸び入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。その差を2点に広げられる痛い一発となりました。スワローズ追加点を許します。2対0になりました。4番に一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。今のバッティングご覧いただきましょう。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。バッターボックスには5番松山、最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。初球ボール、
これは手が出ないか。外の難しい球を見極めました。内に切れ込む変化球、窮屈なスイングで空振りです。さあ追い込みました。空振り三振、スリーアウトチェンジ。この回カープ1点を追加しています。4回終了2対0、カープのリード広がっています。5回に入ります。追いかけるスワローズの攻撃になります。ピッチャーからの打順になります。最初の打席は三振に倒れました。西さん、中盤に差し掛かってきていますので、この辺り得点がそろそろ欲しいですよね。うん、まあ、もうそろそろね、得点しないとね、まずいですよ。終盤までこのままではいけないですよ。そうですよね。